はい、こんにちは。フリーランス集客支援スクール、大人企業専門学校を運営している北野です。今日はですね、実際に僕自身がですね、今、会社を現在6社経営をしておりまして、まあ、会社の年商大体4か5規模というところに成長しているわけなんですけども、実際僕自身が20代でですね、これやっといてすごい良かったなと、あ、今のビジネスにめっちゃ生きてるなっていう風なね、起業する前に僕がやってきたことであったりとか、今に至るまで、この3つはね、本当に皆さんにもぜひ今すぐね、やってほしいなっていうポイントでちょっとまとめてお伝えしていきたいと思うので、ぜひ最後まで見てください。で、まずね、1個目は何かっていうとですね、自分よりも成功している、まあ、いわゆる目上の人に会いに行くっていうのをね、僕は20代前半の時すごいやってました。で、これは本当に19、20歳くらいの時ですよね。また、当時まだ僕大学生だったので、まあ、中退する前ですよね。起業したいな、将来お金持ちになりたいな、でも何すればいいか分かんないし、お金稼げたなって、これっぽっちも分からなかったわけですよ。だから、とにかく僕やってたのは、YouTube とかで、あとは本を読んだ時とかに、あ、この人にぜひ会いに行ってみたいなって、大体そういう人って経営者でめちゃめちゃやっぱ稼がれたりとかっていう人が多かったので、YouTube で、まあ、そういった当時僕がね、初めて連絡先を送った人はね、ライフコーチをしている人だったんですけども、まあ、YouTube からメルマガに登録してもう10通ぐらいしつこくメールを送って、で、まあ、なんとかね一回渋谷でですね、まあ、そのある、まあ、F さんっていう人がいたんですけども、まあ、経営者の方ですねと一回お会いをさせていただいて、まあ、そこで結構いろいろお話に乗っていただいて、ご相談に乗っていただいてですね、まあ、仲良くさせていただいて、僕を引っ張り上げてくれた一人目のメンターでもあるんですけども、まあ、そういうように僕は本当に自分よりもですね、30倍、100倍以上ですね、収入が高い方とか、本当に自分よりも圧倒的に桁上がってやっぱ違う人に、やっぱ自分から足を運んで、で、何かその人にギブをできるようなことはないかっていうところで、会いに行っていろいろ勉強させていただいたりとかですね、やっぱ学ばせていただいたことっていうのがあるから、今僕はね、ここにいるっていう、本当に僕は自分の実力で今、ここに来てるっていうよりは本当に周りのね人だったりとか先輩に支えられて引っ張り上げられてねここまで来ることができたっていう本当に思ってるんですけども、だから皆さんもですねこれ別に20代とか関係なくて別に30代40代今50代の全然年齢とか関係ないんで、やっぱ自分よりうまくいってる人にまあ会いに行ってみるって今コロナで厳しいかもしれないけど、まあ本当にズームとかでねお話を聞いてみるとか、まあ、その人のセミナー行ってみるとかね、まあ本を読んでみるとかも全然いいと思うんですけども、やっぱその人の価値観とか考え方に触れるっていうのはすごい大事で、で最初はねやっぱりすごい居心地悪く感じるんですよね。自分よりも桁違いにすごい人と話すと全然話の内容も噛み合わないし、やっぱ佇まいとかオーラとかすごい緊張もするしっていうので、でもやっぱそういうところからしか成長ってやっぱ生まれないので、まあ、成長2だと思ってですね、まあ、自分が普段飛び込まないようなやっぱそういった人の話を聞きに行くとかね、今ズームとかでもいろいろオンラインセミナーいっぱいあるじゃないですか。そういう人にやっぱ会いに行ってみる、もしくは話を聞きに行ってみるっていうのをやると、すごいね、自分自身のどっちかっていうと、まあ、マインドチェンジっていうかですね、視座が上がるっていうかですね、本当に成功してる人って見てる視点が違うんですよね。で、その視点と同じ目線に立てるように意識すると、だいたいその人と同じようなレベルとまでいかないのでも、自分もやっぱりレベルアップしていくっていうことになるんで、まあ、ぜひね、自分よりも成功している人に話を聞きに行くっていうのを意識してみるといいんじゃないかと思います。二つ目に僕がやってきたことっていうのはですね、実際にこれが景気にお金払うっていうことですね。で、これは僕自身ですね、昔からお金なかった時からですね、結構これはやってましてですね、まあ、大学時代の時とかはですね、まあ、僕ジーンズがすごい好きだったんですね。まあ今僕ジーンズ履いてますけども、当時大学生の時その貯金3000円もない時にですね、まあアルバイト僕飲食店はサイゼリアで時給900円でやってました。で、僕当時ね、大学の周りの友達って、まあ結構親がお金持ちな家系多かったんですね。だからなんかすごい親から買ってもらった5万のディーゼルのジーンズ履いてる友達とかそういうの見てですね、だからディーゼルがすごいいいというのをまあすごい友達に言われてですね、それなんだろうなと、まあ、僕はそんなジーンズ初めて聞いたし、有名なのは知ってたけど買ったことはなかったわけですよ。で、僕どうしてもそれが気になってクレジットカードリボ払いしてですね、1着4万するディーゼルのデニムをね、確かあれ20歳ぐらいの時だと思うんですけども、まあ、買いに行ったわけですよ。で、実際やっぱ履いてみると、まあ、今もねこれディーゼルのジーンズ、まあ、その時のではないですけど今も愛用してるんですけど、やっぱ履き心地と、あとなんだろうな、質はあんまり良くないんだけどもすごいおしゃれなんですね。まあ、イタリアの生地を使っていて、で実際他のデニムブランドにはないようなちょっと色合わせ方であったりとか、履けば履くほど味の出る、まあ、ディーゼル特有のね感じっていう、まあ、わかりますかっていうのが、あ、こういうんだからディーゼルってやっぱりすごいファンの人にはずっと愛されてるブランドなんだなっていうのがやっぱ分かったりとか、で、それがどういうふうにビジネスにつながるかっていうと、まあ、僕お金なかったとかそういうのに経験してたし、あと僕は23でね、初めて年収1000万超えた時に、当時付き合ってた彼女とですね、まあ、それお祝いだったんですけども、まあ、あるフレンチに行ったんですね。まあ、これ、エビスにあるですね、ジョエル・ロブションっていう、まあ、本当に日本中のフレンチのトップオブトップ、まあ、もうフレンチの神と言われるですね、お店があるんですね。で、そこは本当に2人とかで、まあ、ちょっとペアリングをすると12万とか結構行ったりするお店なんですけども、まあ、フレンチの巨匠ですよ。で、初めて行ったんですね。まあ、僕も存在は知ってたんですけども、で、実際行ってみると、やっぱ接客のね、サービスであったりとか、その料理の提供の、まあ、もちろん味も美味しいんですけども、その説明の仕方であったりとか、一つ一つがやっぱり付加価値の連続なんですよね。で、例えばご飯ってぶっちゃけ食べたらなくなっちゃうわけじゃないですか。だから吉野家で300円払って牛丼食べようが、フレンチで10万払ってご飯食べようが、結構一緒なわけじゃないですか。でも、
なんでフレンチは10万でも売れるのかっていうと、やっぱそれその理由があるんです。で、その理由はやっぱ付加価値なんですね。で、その付加価値っていうのは何なのか。例えば僕らだったら結構一泊ね、20万する旅館とかやっぱ泊まったりとか、まあ今こそありますけれども、それ泊まった時も、ただなんとなくお金を払うんじゃなくて、経験をにお金を払う分、ここの価値観、売りは何だろうなと。この旅館はなんで高くてもお客さん来るんだろうな。ここのレストランはなんで高くてもお客さん来るんだろうなっていう、その付加価値の部分のホワイトをですね、常に持ちながら、経験にお金を使っていくことによって、自分自身のサービスだったら、こういうとこ取り入れられそうだな、だったりとか、飲食店の入り口でのお客さんのその言葉、あ、これすごいいいから、僕らも実際取り入れてみようとか、そういうのは結構めっちゃあるんですよね。なので、ぜひ皆さんこれ別に高いお金を使えたわけではなくて、牛丼屋さんでも学べることいっぱいありますので、あ、なんで牛丼そもそも330円なんだろうなって考えたことあります？だったりとかね。コンビニレジですね、なんでこの列にこれが置いてあるのか、手が届きやすいからだったりとかね。まあ、レジ横にガムが売ってるのは、お買い物するついでにちょっと甘いものが食べたくなったからっていうので、お菓子コーナーじゃなくて、あえてレジ横にガムを置いてる。だからすごい売れやすくなるとか、まあ、これ調べてみるといっぱい出てくるわけですよね。そういうことを意識しながらね、景気にお金を使っていくっていうのはすごいね、重要だと思うんで、皆さんも意識してみていただいて嬉しいなと思います。三つ目、これはですね、本を読むということですね。まあ、実際に自分で水に置きって本を買って読書するっていうのは、これはね、僕やっててすごい良かったなと思いますし、まあ、もちろん本読まれてるのどうですか、皆さん。いらっしゃると思うんですけども、今まで僕らもいろんな経営者の人だったりとかお会いしてきた中で、やっぱ成功している人で読書してないって人ってむしろ少ないんですよね。で、成功している人でやっぱりその読書量と収入が比例して、これ実際なんかデータも出てるらしいんですよね、ある研究によると、っていうぐらい成功している人が読書してるんだったら、まあ、まずそこをやるべきだよっていう、まあ、話になるわけですよ。で、実際僕もですね、成功者は本を読むっていうのをですね、鵜呑みにして最初本を読んでたわけですよね。で、そっから僕ある時気づいたのが、ビジネスでですね、やっぱりその本を読んでる時に半年前に読んだあの一節の文章がすごいアイデアとして引っかかってですね、あ、あれ実際にちょっと取り入れてみたらビジネスすごいうまくいったってことが結構やっぱちょこちょこあるんですよね。で、もちろん本を読んだからって言って次の日に収入が上がるってことはないんですけど、長期的に見た時の成長になるっていうことなんですよ。なので、ぜひね、本を読むときはおすすめはですね、ただ、だらだらなんとなくですね、流れ読みの作業みたいな形で本を読むのではなくって、自分の現状と照らし合わせながら本を読むっていう読書にすごいやっぱ価値があるという話になりますので、ぜひね、今の自分の現状と比べたときに、実際本って一冊ありますけども、じゃあ200ページだったら200ページある中の、実際ですね、本当に自分にとって必要なエッセンスっていうのは、大体全体の情報量の 4% から 7% ぐらいしかない。っていうふうに言われてるんですね。で、約その 5% の情報をピックアップするためには、課題認識のアンテナを張り巡らしながらその本を読むってことが重要になりますので、ぜひね、こういう視点を持っていただきながらね、読書をしていただくことで、より人生が豊かになるし、そして、ね、収入も上がっていくことだと思いますので、ぜひ、ね、意識していただけたら嬉しいなと思います。はい、ということでね、今日3つのポイントをお伝えしました。少しでも参考になった方は、ぜひ、いいねボタン、チャンネル登録、また下の概要欄から LINE 友達登録いただいて、プレゼントをゲットしてみてください。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。